始まりましたカツ弁シレマクラブ、えー、この番組の MC を務めます映画評論家の森直と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、カツ弁聞き慣れない言葉かもしれませんが活動弁士の略でございます、えー、活動弁士はサイレント映画の上映中に語りを加え映画を楽しむ豊かさを提示してきた方々です、えー、この番組では動画配信を通して映画を楽しむ豊かさを視聴者の皆様に届けていきたいと思います、えー、今回のコーナーは浅草ダイレクトシネマ ダイレクトシネマはアメリカ映画におけるドキュメンタリーの手法の一つでして、えー、まあ現実を切り取りナレーションも字幕もつけずにこう映像をスクリーン提示することで 観客が積極的に思考することがまあダイレクトシネマの醍醐味となっておりますこのコーナーはダイレクトシネマの精神を受け継ぎ視聴者の皆様が積極的に映画について考えられるようなガチトークを展開したいなと思っているコーナーでございますというわけで、えー、早速でございます今回のゲストをご紹介したいと思います10の竹政春監督です どうぞこんにちはよろしくお願いしますどうぞと言いつつこうまあ隣にいるわけなんですけどねはい、はいえー、それではまああのー、まあ短めにあの竹監督のプロフィールをご紹介をさせていただきたいなと思います竹正監督は1967年愛知県出身でございます え短編映画「夏目の夏一番綺麗な夕日」の後大ボーイミツプさんで長編映画デビューをされましたえ監督作品には「カフェソウルエーデンモ,モンゴル野球青春期イン・ザ・ヒーロー100円の恋」「リングサイド・ストーリークソ800」などがありますえ、まあ、ご存知ですけどね「あの100円の恋」ではもう日本アカデミー賞をはじめえ数々の映画賞受賞におり話題を集めましてえ第88回アカデミー賞外国語映画賞の日本代表作品としてもエントリーされるなど、まあ、大変大きな を呼びましたであの新作の「キバイアンセ私が2019年公開となっております、うん、俺は拳銃を拾った人を殺すとね普通の理性ではいられなくなるそうですよ死んでもいいような人間が世界にあふれている 時間とってますよね。いや。<laughs> <laughs> まあ、通ってなかったことが多いですからね。まあ、やれる時にやっとかないかなと思って。なんかね、あのー、実はお久しぶりで、あの二回目なんですけど、お話しさせていただくのが。えー、前がその百円の声の時で。その時のお話が僕、すごい面白くて。うん、あの、ちょっとまたお話ししたいなとずっと思ってるんです。<ー>はい、で、あのー、その時は。 本題、うん、どん底からの帰還っていうお話やっただからもう今はがすごい超折れっ子になってらしていやー、うん、この4年ですごく状況が変わったんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですねあのまあなんていうんですかね知らない人から声かけてもらうことがあ,そうなんあの徐々に増えてきてで、まあ、それもあるんだけど昔お世話になった方たちともう一回。うん 再開して映画を作ったりとか、うん、なんかまあ一周したっていうかまあ僕助監督15年ぐらいやってたんですけど、はい、その15年やってた人たちがもう一回戻ってきて、うん、なんか一周まあ二週目に入ったかなっていう感覚、うん、あのスタッフとかプロデューサーとかいいですね奥山さんもそうなんですけどねあそっかそっか二、えー、週目のサイクルでそうですねあの自分が、うん、助手時代にまあ遊ばしてもらってたはい。 映画というね映画作りで遊んでた時に、うん、まあ遊ばしてくれてた人たちが今度はまあ監督として迎えてくれたっていうか、うん、また違う遊びをが遊びを始めていくっていう感じがなんかまあ楽しいですけどいいですね、うん、はいそれではまああの早速ちょっと本題に入っていきたいと思うんですけども、うん、あの今回の十は十一月 あの17日から、えー、公開されております、はい、その前にねあの東京国際映画祭の,、うん、あの日本映画スプラッシュ部門でも上映されました、うん、僕そのタイミングであの拝見してるんですけど、はい、もまさにねその「100円の声」が同じスプラッシュ部門からこうう、ね、きっかけで跳ねていったっていう経緯もあり面白いなと思うんですけど、うん、まずその、えー、企画の、えー、経緯や意図っていうところからちょっと簡単に まあこれもう完全にもうあのプロデューサーの奥山さんの奥山企画というかやりたいものというですねそこで銃というものがあるんだけどやってみないかと。 いいううのののねたたちょど嘘撮影中だっんじゃあ結構もうそんなに間を開けずの感じで去年のねそうかそうですね冬ぐらいですよねちょっと今ぐらいですよ年前2月ぐらいに撮影中に堺で撮影したんですけど電話かかってきて奥山さんからわっと思ってなんだろうなと思ってそしたら「10」ってあ夏夏あたりスケジュールどうなんていうね話でんか「10」っていうのやりたいんだけど。 読んだことあるっていうあるりますけどっては<あ>ちょうどど本本屋に本屋にいたんですよ、うん、だけど読んでますけどね <laughs> 何だったっけっていうぐらいな感じで別にそれを映画にしようとかっていう映画になるとかっていう観点じゃなくて一読み物として読んでことなるほどあれと思って、うん、川出文庫だったよなと思ってそこのコーナー行ってまた買って、はい、まあそうですそうです。うん、それでまあまだ 撮影中ですからね、うん、その特に本読むわけじゃなくて、うん、撮影終わった後帰りの新幹線で読んだんですけどあ、うん、周辺で、うん、なかなかそうだこういう感じで鉄砲広いやつの話だよなぁと思って読んでたんですけど、うん、ただまああのどうしても夏スケジュールが空いてないんですよねなんていう話をして,て、うんまあまやる予定のものがあったんですけど。うんはい ただ、その奥山さんがその村上虹郎君が夏空いてんで、そこでやりたいんだよ。っていうあ、もうかなり。その期間限定ものだなと。ただ主人公の虹郎ってぴったりだなっていうのを思って、なかなか面白くなるんじゃないかなと思ってたんですよ。そしたらその翌日ぐらいですかね。そのもう一回電話してた。翌日ぐらいにちょっと東京戻ってからなんですけど、予定してたものが。 飛びましてねこれは陰謀いやいやまあ小山さんの陰謀かもしれないですけどこんなことだんだって慌てましてもうスタッフとかも抑えてたんでちょっと慌ててまあ僕はいいんですけどスタッフに申し訳ないなっていうのもあっていややっぱ丸まるまる期間が空いちゃいますからね夏の予定がね。ちょうどそこに入れられるんじゃないかなっていうじゃあその時のスタッフをこうももちちろろんんスライドスライドですねほとんど。 決まっててたスタッフに関しはそれでもうすぐ下の年も乾かぬうちに「すいません、うん、あの空きました」みたいな「えっ、ー!」<laughs> みたいなことでまあただねその後も予定があるので、うん、どれぐらいの期間でやるんだみたいな話をしてた時に、まあ、意外とそこがうまくはまって、うん、自分でもなんか降ってきたような、うん、あの企画でただすごくそこから4月ぐらいからシナリオを作らないといけないっていうところで、うん、まあ自分も。 このシナリオをちょっと奥山さんにねあのまあ初稿があったんですけど、はい、それを今度自分で直してくれないかっていうのは、うん、ちょっとその難しかったですね<あ>やっぱ小説原作をやるっていうのは僕は初めてだったんで<ー>あしかも中村さんのあの人気小説ですから、ね、非常にあのご本人もこだわってらっしゃる小説の一つでもありますから、うん、デ,ビデビュー作です、はい、から彼の代表作でもありますから、うん、まあすごくそれを。 やるっていうことはすごくやっぱり映像化することが難しくてね。うん、っていうのが始まりでしたね。うん、なるほど。でも、はい。運命感がありますよね。やっぱりねそうですね、うん。まあ、奥山さんとお仕事するのもその助監督時代はあったんですけど。はい、監督としては初めてですし。うん、そ,そう、いう、まあ、でも、それもね、奥山さんと久しぶりに会ったのがもう、うん、あったっていうのは。僕はあの助監督の時、現場で一位ね、ぺっですから。うん、向こうは。 会社の大社長代表取締役というか社長でもありましたからもう天と地の差があったんですけど東京国際映画祭でね100円のイントにちょっとこうすれ違ったっていうその時にまあ向こうは覚えてるかどうか分かりませんけど一応こうご挨拶しとかなきゃっていう感じで挨拶したっていうのが久しぶりの祭でもそこからなんか時々ご連絡いただけるようになってあ2週目が始まったなっていうっそうにはですね 挨拶さえすりゃなんとかなるよって先輩たちに言われたことを続けてる結果があすごく一番最初に教えてもらったのは何をしたらいいんですかって10代の時にこの世界入った時にととににかく会会った人に挨拶しとけ社だな知らない人に会ったら必ず挨拶しとけでもう一つは前会ったことのある人は向こうが覚えてなくても挨拶しとけっていうのはなんかしとけですからねの気持ちかどうかじゃなくてしとけって言わたら「はい分かりました」なんていうのが。 でもそれが久しぶりの奥山さんとの再会だったような気がしますけど、ね、いい話ですね、うん、そうあの奥山プロデュース作品で武、うん、さんがあの助監督やってらした作品でいつかギラギラする日」5人、うん、で「伝説のスコア」<laughs> スコアが一番がっつりっていうかあ、うん、あのまあ、ギラギラは本当も応援だけで、うん、本当に現場のなんかエキストラみたいな感じで行ったぐらいなんですけど。はい まあそんななにっつりじゃなくてで5人は僕は本当にその何人かいる助監督の一番下っ端でカチンコこちながらまあすごくいい思いをさせてもらったんですよ楽しい現場っていうかあの思い出深い現場で修業させていただいたんですけどスコアっていうのはかなり立場的にもうかなりその映画の核に入っていけるぐらいなところでやっていたのでまあすごく 自分にとっってはチャレンジだったんですよね、うん、室賀さんっていうのは大学の先輩なんですよね。明治大学そうです、うん、で映画研究部のもう OB の方で、うん、僕が初めて東京に来て右も左も分かんない時に、うん、なんかその自称映画の世界に放り込まれて連れてくってくれたのが室賀さんで,、うん、でそのまんまの流れでそのスコアっていうのを初めてそのプロの助監督になって村さん室賀監督と。うん あのそういういアクションもので何かはちゃめちゃなことをやろうっていうところに奥山さんという人がいて面白いことをやらせてくれる人がいるなとこんなでたらめなことをねあの我々なんか無名な力のない者たちになんかやるだけやってくれよみたいなあの精神でやらせてくれる人ってなかなかいなくてすごい楽しい,いをさせてもらった思いがあったんですけどまあそういうところでのまあ ああの出会いだったま松竹は結構その頃ね「ち黙山とっていうことでちょっと果敢にあの面白いね作品を作ってましたもんね。1995年まあ二十数年前ということですまあ当時20代ですよね。そうですねまあまだだからようやくそのなんていうかな撮影の現場にも少し馴染み始めてなんか自分で考えながらちょっとできるぐらいになってきたっていうか。 まあまあ何て言うんですかね自由自在にとまでは言わないですけどもなんか自分で楽しめるようになってきたっていうかあのまあ苦しいですけどねあのそういう感じになってきたところでどれぐらい力を発揮できるかなっていうのがスコアだったんですけどね。 先ほど10代から映画界に入られて実は、うん、もう大学時代から現場には関われてたっていう感じですかそうですね。てうか巻き込まれたというかもうとにかく知らない人に声かけられたらどんどんついていったんで <laughs> その知らないうちに、うん、なんか撮影所とかに連れてこられたりとか、うん、そうなまあそれもそうなんですけどその時の精神があの。 誘われたら断るなっっててうのの自分の中で精神があってんでどんな人でも悪,悪い人だろうがいい人だろうが誘われたらついていけっていうのがいやそれは何かあの東京来た時のやっぱり一番うもう右も左も分かんないわけじゃないですか知り合いも誰もいないわけで,で、ねうん、となるとやっぱり声をかけらられたらついていいててくっていう,うでそこで、まあ、悪けりゃ逃げりゃいいしあの面白いけりゃついてきゃいいっていう精神がまあ今の自分を作っていったっていう感じがして。 その結果、いろんな人とやっぱ出会えたっていうか。じゃその松竹だけじゃなくて、いろんな撮影所に入ってたんですか。そうですね。最初東映行ったり東光行ったり、あとアダルトの世界入ったりとかにカツダとかとにかく誘われたら全部行ってましたから。大体みんな断るんですよ。若者っていうの、あの大体面倒くさいじゃないですか。ひどいことが待ってるね。大体断ったところに入っていくっていうのが。 さポジションがあるぞう、ね、そうなんですよ。だからそこのこだいたい今思い起こすとだいたい誰かが逃げたとか、うん、<laughs> あのやめたとか <laughs> あの、ね、クビになったとかっていうののインズアウトですよね。うん、ああ。ということはこれチャンスじゃないですか。うん、えー、自分としては。うん。うん、だからそこはまあやっぱりなんかそこでなんかポカやろうとして、うん、やってもまあ逃げたやつよりはいいかみたいなところがあるじゃないですか。 すごいなんか撮影所の話っぽいその欧米ア俳優みたいなそうですそうですそうです,うですだからあ,<ー>あのいい話です。あのこっちはやっぱり求めてるんでただ出会えないじゃないですか、うん、学校も行ってないわけですから、うん、その映画の学校もなければえあのインターネットもないわけじゃないですか。そうですよねで。やっぱり一番最初にやることはそうやって誘われたら行くってそこでまずつながりができたらもう道順はわかりますから、うん、もう一回。 餌もららったらもう一回そのそこに行くことはできますから別に電話連絡しなくてもそこにいたらなんかできるなとかうんその場所を覚えていくっていう東京のどこに行けばどういう人たちがいるのかっていうのを覚えていけばそこの飲み屋に行ったら誰か来るだろうとか、うん、あここにはこういうプロデューサーが来るんだって言ったらそこでなんかビール飲んで待ってるとかしてると。 映画の話が始まるんでそこにふっと入っていくとなんだお前はっていう感じになっていくっていうのがそういう80年代とか90年代初頭のねなんか人との交わりっていうかまあ歌舞伎町とか3丁目2丁目の,の飲み屋をね覚えれば大体映画人が転がってますからまあおっかな人たちばっかりですけどあのまあそういうところに。 行くっていうかねうでそれ以外のところに行ったって意味がないわけですからうんなんかそういう,出会いそう,いうやっぱり自分の出会いたい人にこうターゲットを絞っていくっていうかうん、うん、そうすると当然ゴールデン街が待ってますし 2>, <laughs> あの2丁目3丁目っていうところが <laughs>、ね、あの開放地区としてね待ってるわけじゃないですか。 俳優さんだとか演劇人がもうレディジェーンだとかレディジェンに行ったら誰有作 <laughs> さ,さんがいるんだろうと思って高校生の時にねレディジェーン行きましたからね,そう,ねうそういうなんかまあ憧れというかうそういうものにはやっぱり、うん、巻かれてった方が面白いないなるほど。 これいきなりもう若者への指南が、はいね、<laughs> 人生指南がなんか今はなんかフェイスブックとかインターネットとかあるからね,ねでもねそういうや、うん、でもやっぱりリアルに会うのって感じが違いますよね、うん、まあだから、うん、まだいたっていうのが嬉しいですよねそういう人たちが撮影所に黒澤明がいて市川紺がいて確<か>に木下圭介がいるわけですから。 ている最後の世代が竹山ぐらいかもしれないですね。すえー、便所でやっぱり一か今度隣同士になるっていうのは <laughs> こんなことないわけですよ。<laughs> いいな。えー、いいんですよ。だからもう一川、うん、君が隣でションベンしてると思うじゃないですか。かこれはも, <laughs> もう一人、ね、<や>ですも、ね、いやいやもう自分のなんかこうなんかい、うん、い人生の中にそういう人たちがこうすれ違っていくだけでも、うん、なんか生きてきた感じが。 あ、なんかありありますよね。あの、そう、もう歴史上の人物ですね。そうですよね。僕もギリギリあの射出最後に淀川長晴さんにすれ違ったとかは、なんか歴史の中で紛れ込んだ気がしました。もうやっぱバイトで淀川長晴さんの一日付き身とやったりとか。そうなんだ。そういうのはもうどん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 入ってきました。でもやってる。つまりあの人がやっぱりみんな面倒くさいって嫌がるじゃないですか。それはやっぱりみんな。 あの花見に行きたいとか彼女と誕生日のなんかケーキを食べたいとかっていう全くないんですよ <laughs>、うん、そういうのはあのそれよりはやっぱり <laughs> 与田川永春とどれぐらい、ね、あの同じ空気を吸うかっていうことが、うん、やっぱり自分の生きてきた人生の中では価値基準高いじゃないですか確かにそうです、ね、かそういうものをこう求めているとひ意外と拾うんですよねあのキャッチしていくっていうの、ね、ら たべ,べみたいな <laughs> だからそ, <laughs> そうな,なってくるっていうかあ,あいつ呼んだらいいんじゃないっていう存在にどうしたらなれるのかってじゃあもうとにかくそこで一生懸命やるしかない,いなるほどね。まあだから次呼ばれるとはもう思ってませんから我々<ー>あの会社員ではないのでそうですよ、ね、あの1回きりなんでですよね、うん、でその1回きりも1日とかもしくは数時間なんですけどその数時間で何を残すかっていう、うん、まあ失敗も含めて成功も含めて、うんうん、印象を残すことが大事なので。うん とにかくあなんかお前いたよな昔っていう,うん、うん、そのそれをどうやって出すかっていうかといって別にそこで大げさにあの自分から積極的に何か目立とうとしてやることではなくてうん、うん、なんか与えられたものに対してどういう結果を出せばいいのかっていうことをあ<ー>あの必死にやってましたよねこれ本当にフリーランス仕事論そして職人論としてすごく貴重なお話が出てるのもうなんかこのままいきたいぐらい <laughs> なんですけどね。 中村文則さんのデビュー作、ええ、日本映画にはまあ珍しいと言いますか、まあ、ある意味鬼門と言ってもいいのかもしれないノワールジャンル、うんうん、でこの難しい企画難易度のトライアルを、うん、まあ本当にでも絶妙なバランスで渡り切ってる、まあ、あの大変面白かったですね。 最初にあの脚、うん、あの脚本が一通りあって、うん、あの武監督はリライト」という形にそれで関われたっていますけ、うん、最初じゃあ,あの子堂さん秀樹さんの感、はい、脚本があったっていうことそうですかやっぱり諸行は必要なのでそれをやっぱり原作からまあ脚色なんですけど、うん、あのシナリオ にされててるものがあってただそれがねやっぱちょっとそののででもあるので長いんですよねあの長編というかかなり長い映画になってしまうシナリオになっていたのでまあそれを今度は現場に合わせるようにまあもちろん撮影のスケジュールもありますからそのどうやって撮っていくかっていうことも含めてそのバランスのいい本にしていかなきゃいけなかったのでまあどっちかというと撮影後にしていく作業ですよね。 もう一回ちょっとシナリオというか、まあ、原作ももう一回細かく読み直して、うん、その気になってちょっとやっていくっていうか、まあ、ど,どこを拾っていくのかとか、うん、まあ脚色作業ですけどね、うん、いやそれが僕まず素晴らしかったなと思います、うん、あの原作読まれた方はご存知かと思いますがすごい饒絶ですよね。私と、まあ、私私の一年生で,こううで、ね、だーっとこうすごいあの密度の高い言葉で語っていく、うんえー、小説なんですけども。うんうん その言葉をもうごっそり削ぎ落として、えー、まあ最初最小限の本当ナレーションをまあボイスオーバーでこうやってでこう普段はその科目でほとんどこうなんかなんて言うんでしょう,うん、うん、重要なことを喋らない主人公を通るうん、うん、まあ村上日郎さんのそのまあ裏面の声としてこう重ねていくうん、うん、このね処理が素晴らしい方ですね。うん、うんうん、なんかそのやっぱり言葉もそうなんだけどその音の処理音 設計とといいいうう意味ででもやっっぱそのノー,アールってるるさくなな辛いじゃないですかだからそこはすごく繊細にあの脚本段階からもしか考えられたのかなというふうに思ったんですけどそうですね、うん、もう完全にあの映画としてはもうものすごい相性の悪い一人称系というでもそれを映画にしたいっていう奥山さんの面白さっていうかさすがだなと思うんですけど、うん、今度もう会った時に。 こんなの映画にしたいっていう人が本当おかしいですよって僕なんか思いましたけど <laughs> 奥山さんだなと思ったんですけど、うん、まあ一人称っていうのはやっぱこだわっあの、まあ、もうだけどそこを捨てずに、うん、やっっぱここのの小説の良さっていうか、うん、いいううかととろだ,だと思うんでですよね、うんうん、でその特徴でもあるし、はい、でそれを映画に取り入れるときに何をしたらいいかってなった時に、うん、やはり。 その主人公に聞こえてる音っていうのをどう観客に届けるのかっていうそれとやっぱりこれは小説の原作であるっていうところからまずは入っていくのでうんまあ普段映画ではあまり使いたくないんですけどナレーション形式をボイスオーバーとしてちょっとあの本人のリップに合わせたりとかしながら最初は小説の要素を少しずつ入れていけながらだんだん映画のフィールドに持ち込むっていうようなサウンド設計にしていけたらいいなっていうのはそれは。 あ昔からやってみたいことであったのでなんかそういうものができる題材っていうのをどの作品でもできないので、うん、何かないかなと思ってた時に「うん、あ閉めた」っていうものが来たんでなるほど今回はその音のところでいろいろ遊べるなと思ったんですけどね。前からやってみたいことではあったあった何かちょっとそのど,どういった形で頭の中にあったんですか見てた時に結構、はいいろろや ってったことをやっぱり今できなくなっちゃってるというかまあ主流じゃなくなってきてるんですけどアルトマンとかがやってたあの音の使い方っていうかあの主人公のしゃべる主人公ドラマの中心になっている人たちの音だけではなくてその周辺にいる主人公たちが聴いてる音をあえて観客に聞かせるっていうああのまあ今の観客には慣れてないあの見せ方っていうところを 僕らもそういうのを一回経験したことあるんでそういうのをやっぱりもう一回やってみたいなっていうのがあってあのなんかあのお店の中にいたりとかしても本人たちの喋っていることよりも周りのセリフがどんどんこう聞こえてくるまあこれは日常なんですけどそれをもうちょっと映画の世界にもう一回取り戻したいなというのがあってそれは今回できるんじゃないだろうかな いうとところで結構6音部が大変だ思あのあうです、ね、エキストラの人たちにもう全部セリフを与えて、うんえー、まあよくあるんですけど大体い,い後でつけていくものをもう現場で同時に同時シンクロしながら、うん、あのワイヤレスで拾っていったりとかしていったんで本来だったらあの後でオンサウンドオンリーを取るところの部分を現場の そのシンクロの中でもやってしまっていたのでうん、うん、その辺はもう最初から録音の臼井さんなんかとも狙いでやりたいという話をしていたのでうん、うん、その辺はまあうまくいったというか難しかっったと思いいままますすすけどねいやうくくてよ、うん、のご隣の女のアパートのやり取りなんかも,もう実際に隣の部屋でやってもらったりとかしながら、ええ、でそういう場所をやっぱり選んで。 まあやっぱ原作にもうできる限り環境を近づけるっていうか、うん、そこに虹郎君をどうやって通るっていう役としてね追い込んでいくっていうわけじゃないんですけど、うん、あの同じような状況を小説の中と世界と同じような状況をどうやって作ってあげれるかっていうのはまあスタッフとといいいろろろ工夫したっていうところですかねその隣の部屋の女というのはまあ新垣結衣さんが演じるえまあちょっとネグレクトを児童虐待息子を児童虐待している。 まあ、ギャルママみたいな人な人んですけどねうん、うん、でもあの音だけ聞こえてきてなんかこう主人公の心がかき乱されたり何かこうのはすすごかったですねああいうのは意外とみんな経験してるっていうか僕もそうですけど、ねうん、ちょっとしたことじゃないですか 2>,、うん、2階のなんか足音がちょっと聞こえてきて、うん、これがいつまで続くんだろうって大したことじゃないんだけど、うん、で別にそこで顔見合わせて何か こういがみ合ってるんじゃないんですけど、うん、ちょっとしたことがなんか人に対する憎悪だとか,、ね、なんか憎しみだとか殺意につながっていくっていうのが、うん、まあ今の社会っていうかね結構その自分の部屋ってプライベート空間なのに、うん、何か他者の気配っていうのがあの音だけでこう侵入されているっていうような感じがあるっていうその感じすごいなんか特に若い頃っていうのはそういうのがあるんじゃないかなと <laughs> 一人、うん、一暮らししてるとかっていうところがね。 今の人たちにどれぐらいそれが伝わるのかなっていうのはあるんです、ねいやある。これはあるんじゃないですかね。うん、あとね、やっぱりその、まあ、モノクロ、実はまあ、パートカラーなんですけども。うんうん、この選択もやっぱりバッチリ効果的だなっていうふうに思いました。うん、モノクロも監督のアイデア。そうですね。うん、最初に、あの、打ち合わせで奥山さんとお会いして、うん、まあ、まあ。まだ、これからどうやっていくかって言った時に。うん、一番最初に、とにかく、まあ、モノクロでやらしてもらえないかなって。 そその段階でででっしゃったんすすかかれなぜですか <はい S 1> やっぱり拳銃を描くときになかなか生なまあいずれにしろ思ったのは実際の拳銃を使えないっていうのがあるんですよねまあ日本で撮影するにあたっては。そこはもう重々承知の上なんですけどまあ原作を読んだ時にあのやっぱりリボルバー系のシルバーの拳の銃っていうのは分かったのでじゃあそれを効果的にもうどうしても銃のクローズアップも出てくるしそういうものとその人物を 捉えててていいいく時に、うん、カラーっっっうのは多分相性悪いなそ思ったんですよね、うん、目がいかなくなってしまうし、うん、何かあのシルバーのものを生かせるっていうかそれと人物のあの通るっていう人をこう際立たせるためには、うん、カラーの世界に追い込むよりは、うん、そのモノトーンっていうかモノクロの世界の方が、うん、あの集中して見せれるんじゃないかどっていうのがあって。 まあそれとこれもやっぱりそのいつかはモノクロで一回勝負してみたいなっていうのがずっとあったので何かそういうものができる全部の作品にはできないからこれはできるかもなっていうまあタバコの煙だとかそういうやっぱノワール調っていうのを作れるなっていうのがあったのと原作に一つその非常に重要なキーがあって拳銃を銃を発砲したあのまあ人を撃った後に彼の世界が変わっていくんだっていう自分の世界が変わっていくっていう。 ことが書かれていて、うん、これをどうやって映画の中で表現するんだろうと、世界が変わるっていうのは、うん、多分かなり肝で肝で、はい、そこに向けてこの作品を作るべきだなと思ったんですね。うん、その時にあの血が見えた瞬間にそれに色がついたらどうなるのかっていうのを自分で妄想して、うんうん、なんか彼の世界がようやく現実になっていくっていうか、なんか彼のその主人公の何か、うん、若者の モノクロの世界が崩れて現実の恐ろしい世界に彼が引きずり込まれていくっていうようやくまあ生意気なガキですけどもそいつがようやく社会っていう世の中の世界にどんどん引きずり込まれていくっていう恐怖っていうかそれをあの変化させるときにコントラストとして色をつけていったらどうだろうっていうあのなんか色を抜いてる方が楽なのに色が見えてきた瞬間に恐怖を感じていくっていうような追い込み方にできたらまあいいなという。 そこじゃあそれを指標にしてこの作品を作ってみようかなっていうところが一つ浮かんだんでそれはプロデューサーの奥山さんに最初に言ったんですかどものすごい賛同してくれたんでそそれれで進めてくれってくっいうう,ん、そうあの今おっしゃったことはそのパートカラーっていうところにあの絡んでくるそれが、えー、なぜここで色がつくのか。でも全く明なあの 自己解説でやっぱりちょっとしびれますね。それはもうプレゼンの時にそういうことをおっしゃったんだ。まだ台本読む前ですね。あの原作読んだ感じの印象で。素晴らしい。これはそこそうすれば何か映画になるんじゃないかっていう気がして、<ー>これはだからストーリーを語る話ではないので、そうなんだな、えー。あの<う>映画にこれをするにはまあまず小説としてすごく完成されているんで、この小説をきちっと映画という今度はものにするときに。うんうん そこだったら勝負できるかなっていう唯,唯一のなんかた,たぐった、うん、まあ途方にくれましたよね最初原作読んだと思うこれを映画にするっていうのはとてつもないことだなと思ったんですけどね。の監督武さん判断が早いのかななんかそれはでも本当、うん、なんかいきなり最適化にバチッとたどり着いたような判断だと思いますけどねうそうですねなんかその直感じゃないんですけどまずは その一番最初にシナリオを読んだりとか、うん、一番最初に何か原作を読んだ時に思ったことっていうのはやっぱり大事にしたいしこれが思わなくなった時には何かないんじゃないかなとかっていうふうに思ってるんですけどそのやっぱり読むタイミングだとか、うん、そういうところは大事にしてますけどね。ないい話だなそれ。えー 撮影はあの、ね、よく組まれてるあの西,村博之西村さん、はい、でも本当そのデジタル撮影なんですけどもそのフィルムノワール的な感能性とかもう色気のあるモノクロ映像になっててそれはちょっとあの先ほど聞いて分かりましたやっぱりその銃っていうところのフェティッシュな感触に最初にフォーカスしてたから割とその映像設計もあの明確にいったのかなっていうふうにちょっと思ったんですけども。ののその奥市とその人物の配置 その銃を構える場所っていうところでのまあ照明設計だとかサウンド設計っていうのをあのメインスタッフとやっていってたのでまあそれとこれもまあ偶然なんですけどその僕が白黒でやるっていう前にカメラマンもこれはモノクロでやった方がいいんじゃないかっていうやっぱりあの意見がやっぱりスッと出てきたっていうあの同じような感覚でまああのプロデューサーの奥山さんも含めてなんか三者三様だったのであこれは。 これは例えばカメラマンが「いや白子じゃなくてやっぱりカラーでやった方がいいんじゃないですか」ってなった時には自分もちょっとうんやっぱりそうなのかなと思ったかもしれないんですけど自分のなんかふと思ったことをやっぱりカメラマンもふと思ったっていうことはこれはそっちに進んだ方がいいんだろうなっていう、うん、なんかもうねさっきのお仕事来た時依頼が来た時の話で飛んだ時の話から何か全部の,あの運命的な あのピースがあ合わさっていくよような話でです,、ね、そうですねでまあ虹郎君がやっぱりちょうど今虹郎が夏空いてんだよねって奥<ー>山さん言ってやっぱ彼が二十歳だったっていうタイミングこれが2<う>2三の虹郎じゃなかったのがいいんじゃないかなっていうのをで思いましたけどね。そうあのだから あのね、そのそ「銃」っていうのというのはまあ原作にして大学生なんですけども「まあ、あの私」っていうあの一人称なのでこれ映像にしてみないとそのなんだろう幼さみたいなものが明確に出てこないかなと思ったんですけども、えー、映画になるとそ,のそれがすごくよく分かる特にその虹郎さんの感じですよね。 えー、だからその公式コメントで武監督はこれをその青春映画として捉えることで一気にやりやすくなったと語られていてそれはなんかすごくよく分かるんですけどねうん、うん、やっぱりそこはあの彼のやや未熟の未熟者であるっていうようなところの感覚とかも含めて、うん、そうですね、あのーうん、何かすごくいろいろな面白いことを言う主人公で面白い発想を持ってる子なんですけど、うん、でもどこかやっぱり未熟な部分というか、うん、足りない部分があって。うん でそこをなんか埋めようとすることによってまたあの妙なことを思ったり言ったり言動があるんですけど、うんうん、あそれこそまずまさに若者の特権というかそれと原作者の中村さんに最初にお会いした時にこの人が一番最初に書いた小説でもあるんだけど、うん、やっぱりその西高島平っていう場所で彼が。はい 東京にやってきてそこでこの小説を書いていくんですけどまだその何者でもなかったその中村さんが最初にそれを書いた場所ってやはり撮影した方がいいなと思ってあの実際小説を読みながらそれによっていろんな場所がやっぱりこういうアパートがあるこういう店があるこういうあの喫茶店があるっていうところはほぼ彼が生活した場所でそのままやった方がいいんじゃないかなと思って。 でそれを話している時になんか「懐かしいな」って言い始めて中村さんが「<ー>青春ですよこれど,どこがですか?」と俺言ったんですけど <laughs> あでも確かにどんなやつだろうが、うんうん、やっぱり二十歳ぐらいの時には、うん、まあね暗い青春だろうが明るい青春だろうがあるわけですから僕自身もやっぱそういう時期が東京に出てきて。うん ふらふら歩き回ってた頃があったんでうん、うん、あここにもう一回寄せてったらいいんじゃないかなっていうあのそういう意味で青春映画だなっていうのをあのスタッフと言い始めてそこに「虹郎」というピースが来たもんですから周りのキャストも若いキャストが多いですよね。うんうん、だからそういう子たちの何か今の20代の子たちのその力と原作者、うん、それと僕自身の,なんかその若い頃っていうののフィードバックっていうのをうまく入れながら。うんうん まあこの小説がいまだに若い人たちに受けて、うん、受けてっていうよりもあの読まれてね、うん、で意外といろんな国の人たちが賛同するっていうのは何か普遍性があるなと思ったんですよ、うん、それはやはりその青春というよくカテゴライズされるね時代っていうものをよく捉えてるっていうところなのかなとだから変に難しく考えるよりそこに寄せてった方がいいなと思ったんですけどね。すごくよくわかります。うん、あの僕ねだからそのモノクロ映画っていう ことも含めて、一番最初に見ながら連想したのってあの野獣しすべしの古い方あの大学生あの菅映像監督1959年あの中で中田達也さんのやつあの松田優作さんが後にやるんですけどもその前の方の感じあの優作さんだとねちょっと熱っぽくなるじゃないですかあのちらがそうですねどっちかというとあの 犯罪小説に近いようなねうアクションっていうかそっちというよりあのそうあの昭和34年の,、うん、あの日本映画では珍しいあのノワールの成功作を確かに意識しましたけどねあやっぱり念頭にはあったはい、はい、なんかねそうだから、えー、映画の印象もチャイルディッシュな大籔信春彦っていう印象でしたね僕の中では。やっぱりそのちょっっと幼い現代子っぽく もあるんだけども「大藪春彦イズム」っていうのが今でもこうやると成立するんだっていうのをこの今回の映画見て、うん、あのちょっと感動した部分なんですよね。そっかだからその物語構造としては「まあ、今日獣医を拾った」っていう、まあ、印象的な書き出し小説があって、うんまあ、映画ではそのやその、えー、小説を再構成する形で、えー「俺は拳銃のおかげで機嫌が良かった」っていうナレーションが流れる。うん この銃がそのトールの運命というか主人公のトールの運命というかまあ意思決定をこう変えていくという感じかな。という物語構想で何かこう監督の中でイメージしていたものとかってありますかまあやっぱり今の世でまあ一番僕らが今僕らがっていうか僕がいつもここ数年この数年ではっと思ったのがやっぱり、うん。 人間って面白いいなああっていうまま主に日本人を見てますけど、まあはい、外国人もそうなんですけど、うん、こんだけその人間のスタイルが変わるんだなっていうのは、うん、あのスマホを持ってみんなこう歩き始めたのを見た時に、はいはい、こうもみんなあっという間に自分たちの歩き方を忘れてしまうんだっていう、うん、あこうやって人間って変わっていくんだなと、うん、であと10年もすればみんな猫背のままとかあと多分目も悪くなるし耳も、うん、あの耳に何か物を入れて歩いている人が非常に多いし。うんうん こんなことがわずか数十年であっという間に生活スタイルが変わってしまうっていう驚きがあって、だからあのトール君が拾った別に拳銃っていうのはあのある国によってはある日僕はスマホを拾ったでもいいと思うんですよ。ねうん、それがものすごく僕の中ではあのこの映画の中であのいつも。 うん、僕らは拳銃を拾うことはほとんどないんですけど、うん、これはスマホを拾ったらったらこれ、うん、未開の土地のなんかアマゾンかなんかに住んでるインディオがある日スマホを拾ったら多分 <laughs>、うん、あこの物語はきっと誰こ,こいつはスマホのおかげで人を殺す物語になるんだろうなっていうような,な、ねうん、これはでも現実世界に本当にあって、うん、そのやっぱり未開の,その文明社会の人たちがスマホを使うことによって。 つまりそのスマホを欲しさに人を殺したりしてるっていう現実があるっていう事実があってそれはスマホだけじゃないですけども例えば鉄砲であったりとか拳銃っていう道具がたった一つの道具によって人生運命が変わっていくっていう。 をある日買っってて人を跳ねてしまったとかもうなんかそういう物語っていうのはいくらでもあるわけであってうん、うん、何か誕生プレゼントで買ってもらった何かパソコンが自分の命を変えていくとかうん,、うん、なんかそういう物語っていくつでもいくらでもあるはずであってうん、うん、でそれがじゃあこの今銃社会でない我々があのこの拳銃っていうものを拾ったっていう架空を持ってこれを例えばスマホと一緒なんだっていうふうに思いながらやっていけばうん、うん、意外と。 なんか通じるものがみんなわかるんじゃないかなっていうねすごい面白い話ですねだからそのモノクロで撮ることによって、うん、ある種ややその偶和的に抽象化されるっていうところがあるじゃないですか、うんうん、それでその銃っていうのがややそのシンボリックなものになるっていう言い方もできますよね、うんうん、そうですねでその銃っていうのがあれですよねだから欲望を多分ちょっと刺激するというかう、ね、人間の何かを覚醒させるで万能感を与えてしまうというようなアイテムとしての えー、投入のされ方をしていると。それはこの中村さんの小説で一番書かれていることかなっていうのを何度か読んでるうちにだんだん、だから今の時代になったことによってよりこの小説が浮き彫りが出てくるっていうか、当時はよりも今の方がこの小説を読むとよくわかるんじゃないかなっていう。だん,だん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 時代の方がこの中村さんの予言というか追いついてくる感じになって、だから今この映画を見た大学生とか若い人たちが 何かすごくうん中毒性というかね、うん、中にはこの間あのやっぱり劇場でお会いしましたけど9回目ですとかあそうなんですか10回目ですとか回、えー、10回目見に来ようと思ってますとかすっていうなんでって僕なんかはちょっとそこで聞,聞きたくなるぐらい、うん、ありがとうございますなんですけど、うん、なんで同じ映画を8回も9回も見るんだろう <laughs> っていうのはちょっと。 何かその人たちにはやっぱりわかるっていうか何かわからないけどもう一回見たいっていう欲望っていうのがなんかあの若い人たちにこ,うこの映画がなんか届けてくれたっていうそういう部分があってでもそれは何かああいう今のものとこう 決してその架空の話ではなくて、やはり自分たちの現実に非常に近いところにあるんだっていうのは、中村さんの小説の実感だと思うんですよね。それは何とか映画でも伝えられたらなと思いながら。やっなんか道路にシンクロしちゃうっていうような感覚はあると思いますね。うん。いやそう面白いですね。うん、なんか先ほど竹監督がやっぱり70年代のあの映画のことちょっとおっしゃられて、まあ世代的にも本当にルーツの部分だと思うんですけども。うんうん やっぱりあのタクシードライバーとかのイメージっていうのは、うん、あのかなりあのタオルを見てるとありますよね、かこう,そう、ね、あの構えたもう完全タクシー、うん、僕はだから日曜六によく言ってたのは、うん、もう僕はもうこのタクシードライバーの呪縛から逃れたいんだと。うん、<laughs> あそうなんですかも。もう本当にあんなもの見なきゃよかったっていう。<laughs> 実際そうなんです。いやそうですね。<ー>やっぱりあの十代というか。 そうです、ね、10代ですよね、うん、10代の時にタクシードライバーというあのトラビスっていう男を見てしまったことによってあのいとおしさというかな,うんなんかあの映画からもう逃げ出したいんですけどどうしても逃げ, <laughs> 逃げ出せないというかまあその時に。 郎君にもまあタクシードライバーっていうのがあってねって話をしたりたとか実際に参照されたところもあるすある種その今のなりのトラヴィスの形であって先ほどちょっと70年代の映画アメリカ映画っておっしゃられた時にやっぱり何かピンとくるんかね中村さんの小説もそうなんですけど、うん、彼の書くものは何か。 ああこういう小説もあるんだとか多分すべての人たちに喜ばれる小説ではないんだけどもあなんか俺と同じ人間がやっぱりいるんだと思ってなんか失望しないっていうかがっかりしないっていうか僕タクシードライバーっていうものと出会った時にあこういうやつやっぱりいるんだちょっと安心したっていう感じがしたんですよ。でも決して多分社会からはうまく 社会から逸脱していくような人物なんだけども、うん、映画の中でやっぱりこう救われてる感じがあって、うん、そういうのを見た時にあこういう人生でもいいんだとかこういう人がいるっていうことがなんか安心するというか、うん、俺だけじゃねえんだとか、うん、なんか身近に感じたんですけど、うん、だんだんそういうものがやっぱりだん,だん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 自分も年齢を経ていくとそういうものがこういなくなっていくときに、うん、あまだここに小説にまでいてくれたっていう。 なんかそういう共感性っていうのがあって、ただなんかそこからなかなか逃れられないなっていう。<laughs> 逃れたくてもいいんじゃないですか。<laughs> まあでもあのー、今回のその十人をやったことによって、うん、あなんか自分もようやくそういうものをね、うん、あのー、手掛けることもできたし、うん、なんかトラヴィスさんとだいぶ近づけれたなという感じはあったんですよね。うん、トールっていう主人公はすごく愛おしく思えて、うん、うんうんうん、あのー。 そこがこの虹郎っていう人がやってくれたことによって、うん、あの決して肯定はしませんけども、うん、なんか死んじゃだめだよってこう、ねうん、言いたくなるような愛しい主人公というかね、うん、あのラストシーンなんとか見てると非常に愛おしくて、うん、お前、もうちょっとゆっくり休んでくれよっていう感じのやるだけやってよなっていうなんかこう、うんうん、なんか肯定はしませんけどもあの否定もできないなっていうか。うんうん 映画の主人公としししてすごく愛おしさを感じましたなるほど、うん、今のねお話で結構その武監督のルーツみたいなものが垣間見えると思うんですよ、うん、あの「100円の声」の時にやっぱり「レイジングブルー」っていうのがちょっとあの目標の一つまずいですねタクシードライバー、えー、やっぱりマーティン・スコセッシー監督ですけどもよく知っ、ね、<laughs> <当>まあ。 そういうものと出会ってしまっちゃったのがね、うん、あの、まあ、幸運だとは思ってますけどね、幸福だと思ってますけど。うん、これであの、ディアハンター見に行ったんですよ。はい。 当時あれもやはり10代の時に見てとんてつもないしトラウマというか衝撃を受けて見なきゃよかったなと思うぐらいの映画だったんですけどこの間見直した時にこれこそ銃に翻弄される男たちの話なだなっていうのがこの銃をやったことによってまあ単純にベトナムの反戦映画っていう青春映画と思ってずっと見て思っていた映画をこの間見直した時に確実にこれは銃とまあ戦争とか鉄砲銃というもので。 狂っていく人間たちの話なんだなってもう後には戻れない元に戻れないっていうような物語だったんだなっていうのを改めてかみしめてねそれ奥山さんとこの間会った時に話してねなんか二人でしみじみ <laughs> この思いを誰かと共有できるのは奥山さんしかいないとかって言いながら <laughs> しみじみ話してたのを思い出してあの当時の「ディアハンター」のポスターが鹿狩りのライフルを持ったポスターだったじゃないですか。 頭にこうロシアルーレットこっちの方が僕は本質のポスターなんじゃないかなっていうのを話していて、うんうん、まあそれはそごい宣伝とかしてる人たちがその映画の本質をつかんで今のように投げかけた見事なポスターだなと思ったんですけど、うんうん、この40年の差っていうのがやっぱりある意味、うん、その人間の本質というか闇の部分の変わらない本質を描いていて実はこっちなんだっていう。 で調べたら「ディアハンター」っていうそのシナリオがあるいはベトナム戦争に行く話ではなくてもともとロシアンルーレットをやりにニューヨークに行く田舎の男たちの話をリライトしてこれでは。 映画として見てくれないと<ー>、<laughs> そこにベトナム戦争というものを入れてアメリカ人の気持ちっていうのをこう乗せてったっていう事実をしたときに、あやはりあれは十人奔放されていく男たちの話だったんだろうっていう。あれ総決闘タクシードライバーとなんか総兵というか兄,<壁>兄弟みたいな兄弟ですね。話にも思えちゃいますね。やっぱそれは社会っていうところのその住む人たちのあるストレスがきっちり描かれてるその。 アメリカのニューシネマの最後の映画っていうなんかそこの精神をなんか我々がちょっとこう拾っちゃったみたいなま、うん、まあまあ我々銃社会で生きてませんけどねなんか想像のもとなんですけども、うんうん、なんかそれは中村さんの小説読んだ時に何かフィードバックしてきた血が巡ってきた感じはしましたけどな、うん、なるほどまあ危険な本ですけど <laughs>、えー、いやすごい興味深いお話ですね。うん、あのうんそ ちょっと掘っていきたいんですけども、はいはい、あの監督論的な方向に、あの掘っていきたいんですよね。あのー、なだろう。銃って、だから、僕、その、武監督の、その監督作の流れで見てると。 まあ移植っていうふうに思えたんですけども今のお話聞くとそうではないなっていうふうに思っちなんですけどねなかなかそういう環境がないあなるほどそういうものを作ろうっていう人が出てこないっていうか大好物なんですけどねなかなかその大好物を一緒に共にこう食卓で食べようと言ってくれる人がなかなか違う料理屋に連れてかれることが多いんですよね。 なるほどね。まあ、それはそれで食わないと生きていけませんから。うん、まあ、先ほど最初に言った、あの、呼ばれるところには行くぞっていう精神で。う,でう,でうん。だ、ええ、からね、そこはちょっと職人魂とも、あの、重なってくるところがあると思うんですが。うんうん、でも、やっぱり同時に、その、なんて言うんでしょう。あの、作家性、あの、職人と作家っていうのは、別に。あの、相対するものではなくて、うん、あの、常に両方の魂がある。 ものだと思うんですけども、うんうん、もしかしたら、そういうあの滝監督の、えー、部分が出てくるのかなというふうに、あの百円の恋。ええー、十と並べると、うん、すごく連続性がいろいろ見えてくるんで、うん、あの思いました。うん、で、あのー、ですね、ちょっとその前にお会いしたのが、その百円の恋の時の。あの足立シーンさん、うん、うん、脚本の。うんうん、と二人に実は、さ、あの初めてお話を聞いたんですけども、その時になんかね。 えーまあ、その「不遇時代のお話をその「百円の声」の <laughs> 直前まであうすねしょっぱい話を実はあの聞いてすごい面白かったんですけどでその時に、えー、武監督が「うまい」「早い」「安い」の監督としてこう必死に売り込んだ時代があるんだけどちょっとダメだったみたいな話で,でもその時からなんかね「うまい」「早い」「安い」っていうところをこう ご自分のあの看板にできる人なんだっていうのは僕すごく印象的だったんですよね。なんか最初から割とあれですかその監督監督をやるにしても職人では出ないとダメだみたいな感じっていうのはある、うん。ありますね。あのー、やっぱりそう。うん、見てきた映画がだから雑雑色で、はい、やっぱり映画の楽しさっていうのはそこで楽しんでまあありとあらゆる監督たちがいるわけであって。はい でその人たちの作品がやっぱりすごく自分の力にもなってるんですけど、うん、なんかそういうのを全部やりたいなっていうぐらいな面白い部分があってうん、うん、かそう思った時に何でも映画になるだろうっていうのは見てきてますから、うんうん、じゃあそういうあのまあ監督っていうかねそういうふうな形でなんか映画って作れないのかなっていうふうにどっかで思ってて。 職人的にあの監督をされているまああの人の中でもやっぱりなんかそれだからこそ余計にこに個性が浮かび上がってくるっていうことはあると思うんですよ。で例えばその例えば「エデンのお姉たち」だったりとか「イン・ザ・ヒーロー」のマスーツアクターモンゴル野球青春期の,そのまあ,えまあ,あれも弱小チームですもんね。でリングサイドストーリー。やっぱり結構そのあの先ほど銃のあの,トールの解釈ともつながると思うんですけどもまあ裏通りの人間というか。 まあニューシネマってことといこも重なると思います、うん、その世界の表,ぶら表舞台には乗らない人間っていうところをこう、えー、皇帝ある種肯定ある種こうすくい上げるような、うん、あの映画っていうのをこう武監督はやっぱ一貫して撮ってらっしゃるようなて気がするんですよね。うん、そういう選択っていうのはやっぱりどっかご自分の何でしょう作品選択の教授としてあるっていうところありますか <laughs>、まあ、基本的にはやっぱり自分が知って 分かる世界っていうとこじゃないと描けないと思ってて、うんうん、で例えばエデンなんかもそうですけど「あ三丁目いたな」とか「うん、新宿三丁目わかるわかる」っていうところがまあ一番大きいですよね。うんうん、なんか自分がそこにポンとその登場人物たちと一緒にいた時に、うん、なんか一緒に飯食えるかとか、うん、一緒にしゃべれるかとか,、うん、なんかそういうところはすごく大きくて、うん、なんかいつも何か作品 をこうやるるときににそこに自分がれいていられるのかっていうとことですねななんかそれが一つでもあればないと難しいんですけど、うん、なんかちょっとでも引っかかるところがあればこの間の「嘘八800」っていうのも骨とうの世界わかんないですお茶の世界もわかんないです、うん、ただあの関西の「堺」っていうノリだけはわかるぞっていうそういうところとかは「ああもうこの堺」っていうところの気分っていうのは一つあるからこれは何かあるかもしれないでじゃあ俺そこ行ってなんか何を思うのかなとか。うん な、うんだかわかんないけど、うんうん、鹿児島うちのや父鹿児島で生まれてるうなああそうな名を行ってみようって何か<ー>そういうなんかやっぱりどうやってこんなこと映画にするのって最初はわからないんですけど、うん、まあ足立なんかと一緒に、うん、じゃあ一から作ってみっかっていう時に何か根っこがありゃそこから広げていけるよなっていう、うん、その面白さっていうか、うん、そこはオリジナルでやるとき面白いんですけどね。うん、だかからなんか自分に ちょっとでも引っかかるものが来た時にあこれなんか巡ってきたなっていうかうじゃあそれをそこから自分が何を作り上げていくのかっていうのは見てのお楽しみだなっていう楽しみっていうかじゃあのまずそこいけるんだって言ってみようよっていうか。うん,で私さんとね うん、取材しに行って「これ映画になんのかよ」みたいな「どう <laughs> したらいいんですか」みたいなだからな,な,なんかその共感を持てない感じからどうやって映画を作っていくかっていうかああこれまた仕事論っぽいよ、えー、な、うん、その面白さっていうところは、うん、で映画が出来上がった時に例えば足立さんと出来上がったのを見て、うん、あそこから始まった映画がこうなったっていうのはいいんじゃないの、うん、っていうようなじゃあ次なんかまたやってみるかっていうところやね。 降り降りてくるんだもしくはまあ自分たちが何をしよう今度はしたらいいんだっていうねことのネクストみたいな、うんうん、ある種の職人として映画を撮っていくとは何かっていうお題は考えれば考えることすごく面白いなと思うんですけども例えばまあプロデューサーという存在がいて企画というものが降ってくるでいろんなその商業的な制約というのも多分あるだろう。でその中で監督はじゃあどうすべきかって っていうところで結構試されるものが多分多いと思うんですよね。で、うん、これだけ今あのここ数年100年の子以降でガンガン竹さんが取ってらっしゃるので、やっぱりそこの心得というかやっぱり何かの達人なんだろうなっていう気はするんですよ。うん。そこの踏み切り方っていうところがやっぱりそのご自分の中リアリティみたいなところにあるいはこのガチッと寄せていくっていうのはうん、うん、一本線としてすごく重要ってことなのかもしれないですよね。うんうんうん うん、でもまあ多分僕らが最後の世代になると思うんですけど、うん、や,やっぱ撮影所があったって大きいですね。なるほどなそれでもこんな貼ったりかますんだっていう <laughs> そんなのありっていう、うん、いこでそれをイケシャーシャーとスクリーンで映し出した時にお客さんがほわっと驚くっていうか、うん、こっちも驚きましたし、うんうん、つまり今俺らが目の前で見てるものと撮ってるものってのは全く違うんだっていう。 驚きと面白さっていあの10代もしくは20代の時に、うん、あの先輩方日本映画をずっとやってきたあの職人たちが目の前で見せてくれるテクニックっていうのは、うん、もう要するに本当に今見てるものとスクリーンでかかるものはまるで違うんだぞっていう、うん、なんかその張ったりというかいい張ったりをあ映画ってこういうことができるんだっていう。うん できなないことはないんだなってある意味映画って一つは定義として「できないことないんだ」っていう俺たちは映画作ってきてるんだから、うん、あの俺たちがにできないことはないんだっていうその精神ですよね。そこがなんか自分のまあ意地というか、うん、あのそこは何かできないかなっていうだから、うん、こんなもん映画にならないよねとか、うんうん、ここはこうどうやってこれって表現するんだ、うん、例えばあの あの電車の中のシーンなんていうのは普通今だったらなかなかこういうの撮れないよねっていうのをじゃあどうやってやってやろうかっていうあれはやっぱ撮影上にちょっとでも僕らがまあ,あのなんていうのかな女子時代にいたっていうのはすごく大きくてでそれを日本の昔の映画もそうなんですけどやはりあのセットの技術の素晴らしさ撮影の素晴らしさっていうのはその日本の映画の黄金時代黒澤明しかりねあの あありとらる監督たちのテクニックっていうのを今まいま見ることできますけどもう普通のお客でいられなくなってしまうっていう何というでたらめな撮影でお客を喜ばしてるんだっていうような俳優も含めてなんですけどあ,れあそこに何か向かうなんかもっと俺も近づきたいっていうかあのうかつての日本映画ってこんなに楽しいバカバカしい素敵な うののをやっってていたっていうもうみんなで一丸となってやってた感じがあってそれはもうせっかく僕らもそこに今いるんだから何ができないのかなっていうね。でこうやって方やハリウッドとかヨーロッパがや,やってるあのなんかゴージャスなもうハったりではないもうガチガチの映画作りっていうのにも憧れますしなんかそれは自分が生きてる間にちょっとでもできないのかなというのがもう本当に今。 やっててねあの一番思ってるっていうか、うん、なんか今回こういうことできないのか、うん、できないのかっていうのは、うんうん、だまあそういう意味ではその助手時代の時に蓄えて見てきたものっていうのを今度は自分が今度は実践していくんだっていう、ねうん、まだまだ俺たちはこういう手を知ってるぞとかこういう手品だって知ってんだとかそこの部分をまだ出し尽くしてない感じがあるんやすごく重要なお話だなと思いますあの、うん 結構活動や精神みたいなものがこうあるとしたら多分武監督はそれの尻尾を知ってらっしゃる本当に最後の世代かもしれないという話は先ほど重なると思うんですけどもやっぱりそのうまい早い安いっていうのもそのいわゆる撮影所の監督いわゆるプログラムピクチャーっていうものをガンガン撮ってらした監督でみんなこれをやっていったってことじゃないですか。どどんどんん企画がガガンガン飛んでくるもの もう本当知恵と工夫でどう乗り切っていくかってこれもしかしたら基本なのかなっていうふうに思うんですよねその映画っていうある<も>商業芸術で,、うん、でそれをその作品というか監督で並べて見たときに、うん、ジャンルバラバラだけど、うん、きっとあこの人は撮ってるんだなっていうものがちゃんとのあるんですよね今だからそうですよね、うんまあ、まさに武監督がやってらっしゃることでそういうことです、ね、そこは意識しますよね、うん、俺が撮ったらこうなるんだっていうのはうどっかに爪痕をちゃんと、うん あの、小さくサインを書いておくとか。うね、そうですちょっとちっちゃな詰めよう。これ、これ私っていうの。ちゃんと。うん、あの、同じ中心グラでもね。うん、みんな違うな。違いますよね。でもね、これ本当重要なお話ですね。うん、あの、そういう仕事の中で、ちっちゃいそのサイン、シグネチャーというのがこう。ちょっとでもあると、まあ、ないと、多分呼ばれないんでしょうね。次の仕事っていうことに関しては。これはもう、本当に。 あらゆるる仕事に言えことかも自分の印をどこで要するに自分にしかこれはよくある話ですけども私にしか知らない話ですよっていうどこに傷をつけとくかっていうねまがいもんであるっていうことの証明も含めてこれ俺のだっていうちゃんとどっかにそんなにねそこらのもんじゃないですよっていう簡単に売り飛ばされないようにちょっと印をどこでつけとこうかっていうのはいつも考えてますけどね。 これね大切なお話です本当に。うん、ちょっとそれで、あのー、聞きたいことがあって、はいあのー、今その映画以外にも、あのー、たくさん捉え始めてるじゃないですかあー、まあ、ワーワーだったりとかで今度その来年やる Netflix であのオリジナルシリーズの、あのーうん、アダルトビデオの帝王。 村西徹さん演劇全裸監督山田孝之さん主演でこれも総監督という形ですよねそうですねたまたまねこれがあの僕他にもねあの内田さんっていう人とか河合さんっていうね川合さんって3人の監督でやってるんですよ8話をね。河合さんは結構僕なんかの世代近いんだけどまさにその3人の中でも特に僕がその時代にいたっていう。 ことぐらいだと思うんですよ。あ、選挙か。80年代の。そうそうそう。<の>80年代の、うん、もうまさにアダルトビデオが出てきた頃のの,頃の,のまあ比較的そこに近い世代で、うん、まあそういうのもあったんで、うん、あのいろいろとあのそこら辺のこう。 部分がねシナリオの段階でももういろいろとこうサゼッションしながらやったりとかしていたんで,んでもまあ初めてですよねその自分たちの生きてきた時代を描くようなフィードバックするような、ねあのうん、ものが懐かしいというかあの、うん、そういう意味では総監督ってなってますけど、うん、あの僕も黒川さんとか1回目お見かけしたこともありますし、まあ、アダルトビデオの現場にも行ったことありますしね黒川さんお見かけしたことあるんですか実際 いや朝まで生テレビのエキストラ言ってましたからね。そうなん出てましからね。だからあのあれあそこ僕いましたよでそれがやっぱりあのなんか一周してきたなっていう。一周どころじゃないですよ。だからやっぱで今度今度は自分がそれをやるんだって思った時に。マジで。それはやっぱり本作ってる時言いましたよ。あ僕あの黒木さんあの朝まで生テレビのあの中にいましたよ学生でって。マジです自分の先輩がねちょうどあの。 朝までで生テレレビのフロアディクターやってたんすよそれであの頃は始まったばっかりはあれは後にはほんと抽選になりましたけどお客さんなんか誰もいないんでみんな桜ですよ桜。本当の初期なんですすでよもう本おで面白いじゃないですかみんな喧嘩カとかしてて僕めっちゃ好きでしたからね。であれもあの結構桜でまこんなこと言っちゃいけないんだろうけど今だったらいいんだろうけども。 ある程度もう仕込まれてるわけですよ。ああ、なんかがこうこっちであのそうそうパって言ったらなんか学生がなんか言うっていうのももうそうなの。フェイクドキュメンタリーじそう仕込まれててああテレビでこうやってやるんテレビでこうやってやるんだなと思って。田原総一のイズムですねそれまさに面白いっけですよ。であの散々喧嘩してる人たちが CM になった普通にどこの見に行くみたいな話してるから意外と普段は仲いいんだこの人たちみたいな。 大島渚監督との装飾サーみたいなそう,そ,うそ,うそうで,すうであのたまるさんとなんかごじさんがなんか結構なあの仲良しな感じで喋ってて、あそう意外と仲良しなんで大人の裏側の背負うめちゃう cm からパッとあ本番になりますなんだ急にもても意外に始める。演技 <laughs> ですね、うん、だからやっぱりその表現<ー>するっていうのはそういうもんででみんなどっかでカメラが回ってればそういうふうになりますしでそこに黒木さんがふっといた時のこととかはよく覚えてます、ね。<laughs> 大学の時ですか大学生ですか。 あ,あ、僕はあの、よ、四歳違いなんで、多分高校の時とかなんですよ。やっぱり、み、あの、見始めたの。うん、僕だから、だからテレ朝に、朝までやるんですよ。本当に。<laughs> あの場所にいたんだだけさんごい。具合悪くなって,て、くぶんぶくなんですよ。<laughs> あの。テレビのライトの暑さにね、やられちゃう奴らとかいてね。はい、あ、そうなんです。結構大変でした。た生ですもんね。本当に、ね。うん。あの、黒木香おさんは、だから、当時、その文化人枠の av 女優の走りですよね。うん。あの、sm っぽいの好きっていうのは。そうです だからそういうのを、まあ、ちょっとこうか入れたりとかしてあの全裸監督っていうもともとそのドキュメンタリー本があるわけじゃないですかですあれを今度ドラマ化していくっていうような時にまあ僕は時々その思い出したりとかアダルトビデオの。<laughs> <laughs> 専門店の、あの、ビデオ屋で、メダ目玉で、バイトしたりとかしてた。ああ、そうなんだ。平気で海賊版とか作ってますから。いや、そういうのが、事故ですから。事故です。やっちゃいけません。よそんなことは。あの、当時は犯罪ですよ。そういうのが、こう。もう一回回ってきた感じ。ってなるほど。面白いもんだなと思うんですよ。たけさんって、なんか、本当、そういう意味で言うと。いろんなものの、あの、尻尾に。食らいついた、あの、人なのかもしれないですよね。だから。うん。なんか。 ままさかこここんんんななとが起こるてて思っせで全裸監督っていうのももちろん本は読んでましたけど、うん、それを自分で何か作にしようとか思っってなかたそんな大そろたことを思ったことないに <laughs> よくこんなことをあのまネットフリックスの人たちってのは「大丈夫ですか?」っていう「うんうん、この時代にこんなものやるんですか?」っていう、まあ、そこにまた僕も面白さを感じましたけどね。 だからねあのー、今年あの末明さんの素敵なダイナウンスキャンの富永雅則さんがやられたりとかはい、はい、まああれはあのサブカルよりのエロ雑誌っていう世界で,でも繋がってます繋がってますねなんかまたちょっとやんちゃな感じっていうのが出てきてるのかなと思うんですけどちょっとね、うん、そのネットフリックスの現場ってどうぶっちゃけどうなんですかやりやすいうんとまあお金はあります <laughs> 重要ですね、うん、大事なこと大事なこと、ね、だからあのーうん お金がまあ普通にあります、うん、すごいあるっていうよりも普通にあるのでやっぱりクオリティはどんどん上がっていくと思いますしでこちらというか、まあ、演出する側としては、まあ、もしその選択が良ければ、うん、日本の場合だと面白いことを言っても縮小することがあるし、うんうん、まあ大体それは諦めるのがまあ大体監督の仕事だったんですけど、うんうん、言ったことがどんどん実現化されていくっていう,あう、ね、まあ当たり前の。 普通の進み方をしていくんですよね。あの、うん、ポンジュの監督がそのオクジャーを取ったときに、うん、あのネットフリックスはやっぱり100%のあの創作の自由が与えられるっていう発言していて、まあ話題になりましたけど、うんうん、やっぱりそういうなんか世界的に見てもちょっとそのキエ監督たちがネットフリックスっていうあのジバに、うん、あの引き寄せられていってるところってのは確実にありますもんね。そのアルフォンス・キュアロンのローマとか。いやローマとかもそうですけど、うん、あれは確実にその監督の妄想がそのまま。 現実化されるってもうとてつもない映画ですけどなんかそういう拾ってくれるところっていうかただまあもちろんそれは合議制なので監督がいかに面白いと思っていてもそれはやはりみんなで判断することなのでただその面白さが認められた時にはそこにみんな向かっていくっていうスタイルがあってまあそういう意味では今の若い うん、特に日本の監督さんって僕らもそうですけど、うん、どうしても何かシナリオを作る段階から、うん、あの風呂敷を畳みがちなんですよね、うん、狭いところで物事を考えがちで、うん、本来映画っていうのはどんどん広がっていいはずなんで、うん、だそういうことがまたできる土壌になるんじゃないかなっていう、まあ、発想も含めて、うん、だからとてつもないなんか馬鹿げた、うん、あの物語とかストーリーとか。うん あの人の妄想みたいなのがもうちょっと生かされる場になってくるんじゃないかなっていう気はします、ね、そうだからやっぱりそのネットフリックス問題っていうのは世界的に見ても今映画のの一つの大きな問題提起だと思うんですよね例えばその竹さんのようなその撮,影あの撮影所システムの尻尾をこう、えー、握って今も走ってらっしゃる監督が。 あのネットフリックスの創作環境でこうバッと羽ばたけるっていうのはどこかその、えー、古いものと新しいもののいいとこ取りといいますか両方のいいところがこうもしかしたらあの現場にに流れ込んんででいるるのかなううふうにも想像するんですよそういった時に、うん、その日本映画の現状っていうのは、えー、どう対象化されていくのだろうっていう,ふう,うことを思うんですけどちょっとその辺あの率直にど,どう思われます多分あの、あのー まあまあ今ちょっと一つ思っているのはその場は与えられるんだけども、うん、やはりその今度は日本の制作プロダクションがそこに順応できていないっていうところはあります、ね。あ、まだその段階、えー、ちょっとまだ無理が、うん、それはあると思います。それは一番大きなのはその俳優のスケジュール管理も含めてあのどうしてもスケジュールに追われてしまうっていう。そうですね。えーで、そこがやはりまだ整っていないのであ,<ー>あの映画のせ 創作っていうかその土壌が増えたところで日数とかその俳優のスケジューリングがまだそこら辺が追いついてきてないので、そこのこう合致が出てこないと非常にそのスタッフが大変だなと、うん、あのそこは感じられます。監督たちは例えば3人いるからいろいろと自分たちのこう時間で時間でやれますけど、今度はスタッフが圧倒的に足りない。あーなね、ーで時間が足りないところで今度は あのどうしても人間で人間でこう賄っていかなきゃいけないんですけど、うん、そこの部分がどうしても追つかない部分があって、うん、だからこれからどんどんその各分野のスタッフの数だとか、うん、あの俳優さんのやっぱり層だとかは、うん、ハリウッドのように層が厚くならないと、うん、あの 対応できないんじゃないいじゃかなつまり俳優さんいい俳優さんがやはり限られてくるってなってくると、うんはい、その2番手3番手がいないわけじゃないですかどうしてもその俳優さんで進めていくとスケジュールはなかったりするっていう,そ,うそれがだんだん緩和されていくとそのこれからいいんでしょうねうん、うん、あの日本の映画界も含めてそのどうしても作り手だけではなくてやっぱり演者っていうのはすごく大事な部分を占めますからそういう人たちが。 もっともっと自由にその創作活動にね、うん、あの時間も含めてまあこれはお金の問題もあるんでしょうけど、うん、あの入ってこれるようになるといいなあという気はしますやっぱりどうしても向こうのねあ俳優さんなんたらもう例えば半年一本同じ作品をやるとか、うん、1>, 1年間同じ作品やり続けるとかっていう。 考えを持ってますけど日本はそういうところまでまだなかなかいかないんですからね。あるなっていう気はする、うん、あると思いますよ。若い人たちなんかもだんだんそういう面白い発想する人はそっちの方でやっていくとも,のう,、ね、もう外国人スタッフがドって押し寄せてきたりとかっていうことはこれから考えられるんじゃないですかね。 劇場公開するかあるいはまあ韓国だとその、えー、劇場公開してからまあ3週間はちょっと配信、うん、ストリーミングはやめてくれっていうような規定があって、うん、まあポン・ジュラはそこで揉めたっていうような経緯があるわけですけど、うん、その配信による映画っていうことに関しては武さんどうお考えですか、まあ、これもう世代論になっちゃいますけど。はい 僕なんかはやっぱりその映画館で劇場で見るっていう習慣がありましたからね、うん、そ,そ,そこにどうしても固執しちゃうんですけど、うん、まあこれからの人はもうそういうのないでしょうから逆にこの間その十でもね初めて白黒を見ましたとか新鮮でしたとかあ,<ー>あもうそういうとこまで来てるんだっていうかだから映画館で映画を見るっていう習慣がない人にとっては。 そそれははあまり大きななことででい,いう,かそうですね見たいものをいつでも見れるとか集中してずっと続けて何時間も見ていたいっていう人にとっては、うん、あまり映画館で見ることが大きな問題ではなくて、うん、ただその映画が好きな人はちょっとね物足りないなと思うだろう,だろうけどもまあそういう意味では確かにクオリティも上がってきてますしあと物量とかね物語性も強いんですけどただ一つ言えることが。 どうしてもあのまあ今回勉強にもなったんですけど日本国内だけで上映するわけじゃないですからね、はい、っていうのは常に念頭があって、はいうん、でやはりそこがすごく良かったです、うん、なるほどなるほど望むところだっていうこれが今の日本ないですから、うん、そうですよねあの,あの本当にそうですえあの世界中の人が見てはあの楽しめるものを作るためにはどういうものを選択しなきゃいけないんだじゃあ僕はこれを出せば、うん あの外国の人って面白がってくれるんですかね?」っていうと外国の人たちが判断してくれますから日本人が判断するわけではなくて本国のアメリカ人とかが「進んでくれ」と「それはノーだ」っていうのがきますから,からそこはもう一つ鍛えられる場所っていうかいやもともとそこを望んでるわけなので映画っていうのはやはり一つの国内だけで見るものではなくて世界中の人に見てもらって僕らもそうやって育ってきましたからそこに自分がいってられるのか っていうかね、自分が今そこにいるのかっていうなんか指標にもなるためにもなんかそういうネットフリックスっていうかまあ配信っていうのは作家にとってはうん自分の作ってるものがやはり全世界の人たちにこうちゃんと見てもらえるものなのかっていうことを知る意味でも 創作としてはも、ねまあ、しろんどういう題材を選んだらいいのかとかっていうことも含めてさそれは小さい大きい関係なくて、うん、自分の身の回りにあるものが世界の人たちにも見てもらって楽しめるものなのかとか、うん、まあそうではなくてなんかオリジナリティのあるものをどう面白くあの工夫して見せていくものかっていうねそういう意味では何かあの何でもかんでも作って でいけるわけでもないので、まあそこにやっぱりお金もかなり投入して、尽力も尽くすわけですから。うんはい、まあ、そういう題材。 っていうかな全裸、まあ、監督っていうのはそこは一つ、うん、エロっていうところが世界に通用するんだっていう <laughs> なんか日本、ね、日本が何を、うん、な日本の文化で何を発信できるかっていうといろいろ考えた結果エロだったっていうのは皮肉メいてはいるんだけど<笑><笑>これはやってて楽しいですねやっ,ぱりやっぱりそうですか、えー、でも実際その日本のアダルトビデオっていうのはもうアニメと同じぐらいちょっと独特の進化を果たした。えーえー

なんていうんですか、内容がいいとか悪いとかじゃなくて、うん、結果としてみれば。どれだけの人に俺のものは見てもらってるんだっていう。確かにね、えー。あれを言い切れる人間は見てて楽しいっていうか。もうその、そ、そういうことが言える人間っていうのは肯定したいなっていうか。うん、あの、いいものを作るとか、悪いものを作るとかっていうことじゃなくて。うん、あ,のあの、なんかその生きてる感じがする。だから、私は決してその。 あの自分自身をこうマイナスに思ったことなんかないんだっていう、うん、あの誇れる一言っていうのは一つ物語になるなとは思ったんですけどすごい楽しみですもうでも本当武監督がそうやってあのいわゆる職人の軽やかさでいろんな場所に行かれてるっていうことで、うん、どんどんこ自己更新されていくんじゃないかなというふうに思っていてすごい楽しみです。 ちょっと番組じゃあの全体をあの振り返っての振りコメントお願いいたしますということなんですけども、えー、すごい楽しかったです。いかがですかいかがでしたか監督。いやまあ最近のじ自分の現状をただお伝えしただけっていうか、はい、<laughs> あの普段最近はこんなんですっていう話ですけど、うん、まあ。うん 言えることは今年に入ってもそうなんですまあ来年もそうなんですけど、うん、何かさっきも言いましたけど何か一周したなっていうか、うん、15年あの助手をやってきた時のものがもう一回今度は15年、うんあまあ、これでもう15年。 やったらどうなるんだろうね。もう三週目があるのかどうかっていうところへのチャレンジですけどね。でもなんかすごく動きながら頭を回転させている方だなっていう印象を持ちました。常に何か考えてらっしゃるって感じは。まあなんか落ちてきたら拾おうとか、あの落ちてるものは全部拾っていくっていうね。これ何人何人になるだろうとかね。ああなるほどね。常に何か落ちてないかなってキョロキョロして歩いてる方ではありますけどね。最後に。 告知などがありましたらおつお願いいたしますという感じなんですけど、告知は今度3月来年ですか3月9日に基杯ヤンセー渡しという映画がカホさんとタイガさんですよね。これも変な話です。もう鹿児島で鹿児島の南のね一番最先端の。 あのー、もう村の記載ですよね1,300ぐらいについたんそれで何か映画作れないかっていうお題が出て <laughs> 最初それがお題だお題はそれだけですよ <laughs> でそれそれ見て足立が「どうにもなりません」って言って帰ってきたのが始まりなんで <laughs> 足立新,、えー、新さんがねこのね<も>名コンビでまた新作ということでね、えー、それをなんかんまあ今年のね3月にあの撮影やってたんですけどまあ みんなで合宿して、いろんな俳優さんたちに助けて、まあカホさんとかね、泰がくんとかに助けてもらって作った映画なんで、まあこれがどういうふうに皆さんに見ていただけるのかなっていうのはあるんでしょうけども、まあ一応次はそれなので、まあお時間があったら見ていただきたいなと思って全裸監督の前にとらったっていう感じそうですそうですそうです。まああと1月の5日から新春でその今年の夏に撮ってた、くそ暑いあの国暑の思い出のあのワウワウでね盗まれた顔っていう。 玉木宏さんが、うん、あの主演のね、うん、あの、これも変な、このも足立が書いてるんですけど。そうなんだ。あの、変な刑事ドラマです、ね。<laughs> 変な刑事ドラマ。あの、ずっと、これ実際あると、見当たりっつって。はいはい、ずっと指名手配の人の顔を覚えて、ずっと街中で、うん。 いいないかなかって見て見る人のんこれがもうけあんま刑事とかあんま興味ないんですけどこれは面白いと思って <laughs> 足立さんに書いてもらったんですけどねあのこれも原作の,あの非常に面白い原作だったんですけど、ね、なるほど,ううほどちょっと原作ものが続いて、うん、であとその連続ものっていうかな「あのわぶわブとかネットフリックスって初めてそういうのやったんで、うん、まあ 連続ドラマっていう形でどう見えてるかわかんないですけど自分たちとしてはその盗まれた顔っていうのは五話なんですけど5時間の映画を作ったつもりで作ったのでまあワウワウに加入されてる方はそうでない方も1話だけは見れるらしいのでちょっと見てだいて。僕加入してないんですけどねそうなんですけどまああのもしあれば見てもらえるとんか。 うんんなかちょっと変なものができたんじゃないかなというふうに思ってます本当に取られてますねたくさんお金は大丈夫ですかいやいや全然大丈夫なんですけど女監督時代の鍛え方が違ういや <laughs> そんなことないんですけどね、うん、まあ結構自分に合ってるものやってるときあんま疲れない,いあそうなのか、うん、それよりもなかなかこう普段 撮影が続かないときの方がしんどいですね。日常の方が僕しんどい。いい言葉だな。撮影がないと死んでしまうタイプ。撮り続けないと。撮影現場にいる方が調子がいいっていうか。普段の生活が本当調子悪いんだよね。でもずっと現場に入っていただきたいですね。そうですあの死ぬまで。それが一番あの健康の源になるようなするんですけはい。 というわけでございます。はい、いはい、長々と。いやいやもうすごく楽しかったです。すえー、ではちょっとあのご挨拶なんですけども、えー、番組を楽しんでいただけた方は、はい、ハッシュタグ活弁シネマクラブハッシュタグ活弁で、えー、投稿をお願いいたします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますので、えー、ぜひフォローいただければ嬉しいです。えー、それでは、えー、今回はここまでです。ゲストの竹丸監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。